フランシス・ポール・ウィールソンは、アメリカ・ニュージャージー州出身の作家。医師免許を持ち、パートタイマーの医師でもある。自身の経歴を生かした医療サスペンスや SF、ホラー等のジャンルを手掛けている。代表作は、長編電気ホラー、アドバーサリーサイクルシリーズ。偉大在学中の1970年に、アナログ氏が作品を買い取り、これが、作家デビューとなる。その後、 70年代は主に SF 作品を執筆。1981年に発表したホラー作品ザ・キープがベストセラーとなり1983年には映画化一躍その名を世界に知られる。20世紀初頭の怪奇作家ハワード・フィリップス・ラブクラフトのファンであり、作品にはクトゥルフ神話を思わせる描写が見受けられる。アンエネミー・オブ・ザ・ステート・ホイールズ・ウィズ・イン・ホイールズ。 ヒーラー、ありがとうございます。